俺たちはもはやただのノコブロスではない。なになに、スーパーウルトラノコブロスザグレイトだ。なにそれださ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。え、てかさ、ま、確実にもうすぐクッパなんやけど、え、今どういう状況？あ、でもこの場所ってあれか、あれか、ピーチ姫の偽物がおったところかな。多分そうよね。おそらく。うおー、よくとここまで来たな。褒めてやろう。ありがとう。しかし今度こそここまでだ。俺は前にいた見張りほど甘くはないぞ。あ、別人なんやね。なるほどなるほど。なんか普通に話続いとる気がしたけんさ、なんか移動できるやつなんかと思ったけど、なるほどね、似とる違うやつなんやね。今からお前をコテンパンにしてくれるわ。え、何、戦えるのこいつ。真ん中からパカッと開くのに。入れよ。あ、なるほど、別のやつらを呼ぶ。ノコブロス参上。なんかマリオひょこっと出てきた。え、こいつらってあれ、めっちゃ最初の方に出てきたやつじゃない？なんなら一番最初の方か？村出発してすぐぐらいに出てきたよね。最高で2個までしかつけれんねん。うわ、なんか現れそうな予感。なんかすぐ下にセーブポイントあった。これ外をもしかして。マリオ、こんなところまで来やがるとは。ふっ、これくらいでいい気になるなよ。こっちもちょっと油断してたのさ。油断しとったんかい。久しぶりだな、マリオ。当然俺たちのことを覚えているだろうな。珍しく覚えとったよ、私。やはり俺たちのかっこよさを忘れることができなかったか。いや、そういうことじゃないけど。ねえ、なんか、クリボートリデみたいな感じのとこにおったよね。そんな名前やったかどうか覚えてないけど。今からお前はこいつらに叩きのめされるのだ。どうだ、逃げ出したくなっただろう。何、そんなにパワーアップしたの？大丈夫じゃね？知らんけど。もしこいつらを倒せたら、ここを通してやってもよいぞ。まあ、無理に決まっておるがな。マジで、そんな言うほど？やるだけやってみるがいい。グッフッフッフ。なんか秘策がありそうな感じやな。俺たちが前と同じだと思うなよ。まあ、前と同じなわけはないよね。おそらく。俺たちは今までとは比べようのないくらいパワーアップしているんだぞ。こう。お前にやられてから、来る日もトレーニングをして、新しい技を開発したのだ。まあ、前の技を覚えてないんですけど。ね。俺たちはもはやただのノコブロスではない。なになに？スーパーウルトラノコブロスザグレイトだ。なにそれださ。めっちゃださ。ねえ、ね、中に。そのかっこよさをたっぷり見せてやるぞ。なんか中学生男子ぐらいまであったらそういう感じの名前つけそう。ん？うおー！え、なに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 ？あ！マリオ見つけたぜ！あいつじゃない？名前忘れた。あの、飛び寄ったやつ。あ、え、やられてる。え、弱くね？ドアー、なんて名前やった君。こんなところに嫌がって、ここまで来るのに苦労したぜ。今まで何回も出てきた君の方が名前を忘れたんだが。今日こそ本当に決着をつけてやるぜ。あれ？前飛んでなかった？羽もげた？また。ねえ、パワーアップしたとか言って前羽生えとったよね。どうした？行くぜマリオ、最後のバトルだ。体と体のぶつかり合いだぜ。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。さっきのスーパーウルトラノコブロスザグレイトとかいうやつは。なんかもうなかったことに。待って、ここはなんだ、どう、強いかな。強いかな。まあでもあれか。とりあえず、まあとりあえずね、力を抜いてもらわんといかんよね。あ、コアッパ。そうそうそう、コアッパだわ、コアッパ。なるほど、なるほど。はい、攻撃力ダウン。まあでも、毎回毎回、パワーアップしてきても、そんなに、防御力自体は変わってない気がするんよね。どうやろう。どうやろう。爆発。連打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 。あれ、これってナイスになるにはどうすればいいんやっけ。あ、やっぱ強いんやね、攻撃力は。
マイナス3になって4やもん。やべえな。なるほど。なるほど。ガツンハンマ。まあまたクッパ戦の前には回復ぐらいはあるやろ。ね。ちょっと遅かったんかな、溜まるのが。やっつけれたんかと思った一瞬。なんか間が。やっぱ体力は結構あるんかな。そっか、防御力っていうより体力が増えていきよる感じよね。なんかパワーアップするたびに。くそー、次はこれで勝負だ。なになに、スーパーパワーアップ。あ、生えた生えたし、角も生えた。なるほど、隠しておけるのね。それ、あ、ハンマーが使えなくなったじゃねえか。ドカーンジャンプにするか。はい。あ、そっか、トゲが生えとるけん。あ、くそ、そういうことね。これをウルトラ爆発ならいける感じ。いけーい。お、 100% いったよ。イエーイ。しかしこれでもうフラワーポイントが3だ。あと体力どれぐらいですか。くっそ、トゲが、トゲが。まあここでそこまで気合を入れなくてもいいとは思うので、星の降る夜にしとくか。星降らせます。でも体力50以内ぐらいではあるんじゃないかな。違うんかな、もっとあるんかな。今までの時も平均どれぐらいか基本的に分かってないけんな。うわ、くそ、これで。誰にすればいい？パレッタかな？空中敵への攻撃やけん。オッケーオッケー。あ、待って、攻撃力下げんと。何しよん、ちょっと、力抜かせて。普通に切れとったね。さっきのターンから切れとった？もしかして。普通に見よったけど、結構ダメージ受けとった気がするぞ。さあ、それじゃあパレッタシュート。あ、当たらねー。待って、最後のフラワーポイントを使ったのに。何それ、殻閉じた。うわ、くそーくそー、願っとこ。よしよし。あ、もう普通のパレッタキックしかねえや。え、これダメージ受けないですよね。ダメージ受けるよね。ちょっとやめてよ、頭のそのトゲ。よくないわ。マジよくないわ。星の降る夜。ちょっと技が使えんとさ、あれよね、結構きついね。そろそろやっつけれるんじゃない。まだなの。こうなったら次の手だぜ。え、何？二段階目？これならどうだ？何が入る？次は。お、降りてきた。杖使い出したな。え、でもあれだね。さっきからパワーアップパワーアップって言うけどさ、攻撃力は変わってなくね？変わってないよね。しかも地面に降りてきたし、トゲもなくなったけん、楽に攻撃ができるんじゃね？ねえ、そんな感じよね。パレッタキック、まあ、これでこっちがキックでダメージを受けることも。え、待って、防御力めっちゃ上がった。なんかそんな感じするよね。確実にめちゃくちゃ上がったよね。え、待って、やべえな。え、待って待って待って、くっそ、アイテムを使っていくか。でも絶対もうちょっとでクッパのはずなんよね。何が起こるかな、使ってみよう。ちょっと一か八か系はクッパではやめた方がいいような気がする。はい、使えます。ここで初の攻撃系来い。あ、雷いいよ。何それは。おい、こっちへのダメージ。おい、ないわそれは。
それはないわ、おい。つれえ。しかもこれナイスで1やけんね。まだ攻撃力下がっとる？え、下がってないよね。え、なに？攻撃力下がった君。え？どういうこと？攻撃力下がりました？え、ちょっと待っていただきたいんだけど、そろそろあれだな。これは確実に眠ってくれるやつやっけ？それなら眠っていただきたいんだけど。どうしよう。敵よけえる。雷ドッカン。いやでもな、回復は絶対あると思うけん、とりあえず、攻撃力5、これ使っ、とりあえず2貯めたいんやけど、頑張って貯めよう。次のターンでは使えるかな。じゃあさ、もう、物理攻撃は無理なわけや。あ、じゃああれか、防御力無視、アカリンか。ですね。ですね。あれ、やっぱりさっきまでは攻撃力下がっとったんか？マジか。回復はあると踏んで、願おう。はい、自動回復がある。いける。ここでアカリンだ。もう次攻撃受けたらお亡くなりになるけどね。いけーい。はい。今のは何？なんかその敵よけール的な感じかと思ったけど、何やったやろ。ラッキーみたいなの出てきたよね。何だったのかがよくわからねえ。どうしよう。攻撃仕掛けた方がいいんかな。でも力抜かせた方がいい。でも結局体力がな。一旦攻撃しとこうか。一旦ね。あ、でも9回復2回使われたけんね。あの回復だいぶでかかったもんな。ビリビリアタック。あと体力どれぐらいなんやろう。うぬぬぬぬ、なかなかやるぜ。お、3段階目？なに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 ？キノコキノコキノコ。よっしゃ、来た。よっしゃ、来た。はい、復活。今のは何やったんやろ。もしかして今のは体力がどれだけあっても一発でやられるやつとかそういうことかな。あ、この戦い終わったらさ、レベル上がるんじゃない？コインというか、あれよね、ポイント96溜まっとるよね。いいやん、いいやん。寝顔。とりあえず、一発では倒れん。体力やし、あともう一回自動回復があるけん。あとどれぐらいかなー。なんか技とか使わんでもさ、常にこう相手の体力が見える状態にしてほしいよね。クリボーの技を使えばいけるっていうのは分かっとんやけどさ、体力が見えるっていうのは分かっとんやけど、わざわざそれを使うっていうのがね、くそ。うう、回復しやがった。回復しやがったよ。まあ星の降る夜降らせとくか。とりあえずちょっとでも体力減らそう。てかだいぶ体力多くない？まあ回復しよるっていうのもあるんやろうけど、にしてもよね。でも今3段階目ぐらいまで飽きとるはずやけん、これでラストの回復や。次からは回復ないぞ。けん、こっからはちゃんと回復して頑張ろう。てかさ、あれですよね。一旦じゃあウルトラキノコ。マジさ、回復アイテムがなくなってきたんですけど。
これ直前で、クッパのね、クッパの直前で回復があるのは当然として、当然としてよ。アイテム補給もいっぱいないと結構きついよね。今回復使うんじゃなかった。めっちゃもったいないことしたやん。出せよ体力相手の体力出せよおい。どうしよう。フラワーポイント増やす。技いっぱい使いたいよね。 HP とりあえずさ50あるけんなっていうのあるよね。フラワーポイント、足そう。くそー、これで勝ったと思うなよ。次こそはやっつけてやるからな。なんなの、まだ次があるの。チクショー。じゃないよ。ノコブロスはどうなったよ。ノコブロスを倒したやつを倒したのだから、ノコブロスを倒したということになるのか。いや、ノコブロスどこ行った。いや、でもやっぱりマリオはノコブロスを倒していないわけだし。うおー、わからなくなってきたぞ。大丈夫か。まあ良いわ。さっきのやつもノコブロスと似たようなものだ。ここを通らせてやろう。似たようなものなの、わからないんですけど。どうせお前ごときではクッパ様には勝てるわけはないのだからな。クッパ様から直々に倒される名誉をお前にくれてやろう。お、もうこの先もしかして。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。